はい、今日は久しぶりにパンを食べます。まずはコーヒーを入れて、はい、まず今日はね、贅沢三昧、これもらった手作りの蜂蜜、これ結構町で作ってるね。これ蜂ちゃん結構買えるもんやな。たまたまなんか女王蜂が見つけたので、それを捕まえて蜂の巣を作って入れたらいっぱいできたっち。贅沢やなこれな。昨日から結構贅沢な、昨日のこの、はい、手作りの、ね、みりん干し、これうまいよ。これもう今時ほんとこんな手作りっていうのが一番贅沢な料理やね。パンはさすがに作らんかったけど、小麦粉買ってしてるから、あれね、米パン。今日は昼間そばを食べるから軽く食べる。軽くといってもパン1個は食うな。やっぱこの前のね、グラスなんとかやったかな、もう名前をすぐ忘れるんや。ともかく牧草の草をだけ食べた牛乳ちゅうかな、牛のバター、これ溶けんな、これ溶けんなちゅうか、これで温めた方がいいな。一回でオープンで6回焼きます。こんな感じ、食べてみます。うん、うん、バターの香りがいいんかな。パンはやっぱり小麦粉の方が美味しいな。ペチョッとするんやな米パン。まあ小麦粉も悪くはないと思うけどね、体質によるよね。みんなやった方、スーパーに行ったらもう小麦粉製品だらけやもん。さあ本当試してみるといいね、自分が小麦粉に合うかどうかっていうのをね。前にも言ったけど、小麦粉をカットしたら2週間で4キロ痩せた。3週間かね。そして今49から50キロキープしてる。20歳の頃と同じ体重。もうそういう効果はあったね。だからもう約1年ぐらい経ったかな。1年ぐらい経ったけども、結局1年前の自分っていうのが今と違うけんね、もう忘れちゃうねん。今調子がいいんか悪いんかっていうのが1年前の自分がちゃんとここにいれば分かるんやけど、分からんのよな。でもまあ YouTube とかなんかを作るときに頭が普通通りにぼーっとしないから、まあ良かったんじゃないかな。なんかこうきっかけがあったらいいね。だからアスリート、運動選手なんかはすぐ分かると思うよね。食い物でからね、そのベストな状態を出すのにね、自分のエネルギーを効率よくするにはどんなのがいいかっていうのはすぐにこう分かると思うけど、普通の生活してるとそういうベストな状態っていうのは必要ないから、ただダラダラ生きている。だからダラダラ食って、あんまり自分の性能をフルに発揮することがないから、あんまり考えに。でもやっぱりね、本当ベストのものをこう目指そうと思えば、自分の体に合ったベストな食い物を探すっていうのはやっぱ重要やね。本当テニスの選手のジェコピッチとか、なんかそういう人が小麦粉をカットして優勝をずっと続けているっていうかな。そして YouTube 見てたらジェコピッチはワクチンを打たないよね。そしてオーストラリアでかなんかで入国できなくて、他の試合もワクチンを打たないと悪いんなら出ないというね。トップになる人間っていうのはやっぱこう違うな。本当に。
くもう何億件じゃないと思うよね。損害というかね、自分の今から大会でね、優勝するとかへんとかで。そんなものを放棄して、自分の考えを貫くというか、考えじゃないよな。自分の調子を整えたいというか、自分の自由な考えができる限り、ベストを尽くすというね。僕はね、そういうの好きやね。そういう人間はやっぱり。どんなものって言ってもね、家族やら人を犠牲にしたら悪いんだけど、まあ今度のワクチンは、何回も言うけど、みんなのために打てとか、ね、お年寄りに感染させないために子供が打てとかね。もうわけわからん理論や。人のためにやれとかなんとかっていうのは、ちょっと本当考えた方がいいね。そういう表現をする人間は。そんなこと言われるとね、なかなか逃げ場がなくなるんよ、人間ちゅう。本当に。所詮人間は一人で生きていられないんだからね。みんなの中で生きていかないといけないんだから。その中でね、みんなのためにせとかなんとかね、言われるのはね、それをしないとなんか、そのことを否定しているような人間に思われてしまう。今度のワクチンがもう そんな感じやもんね。僕はとっと嫌いもん、ほんと。ワクチンがいいとか悪いとか言う以前にね、僕はその人間のその、なんていうかな、やり方が好かんの。今回はね。だからワクチン反対っていうのはね、別の意味で、本当人間のそういうやり方に反対して、僕は打たない。気に食わんの。もうそうか。2月の26日土曜日。11時半に蕎麦を食うから、もうこれくらいでいいな。ああ。この蜂蜜も食ってみようか。糖分は控えた方がいいちゅうね。控えた方がいいんだけど、食べてしまう。うん。でもちっちゃい蜂がコケいっぱい集めるんやけんな。小さい力してもうバカできんね、ほんとね。はい、なかった。